はい、そしたらね、極級いきましょう。7冊。まあね、10冊やれたらいいけど、私のブーストはこんなもんです。さあ行きましょう。おー、落ちましたね。得、まあ、こんな感じの攻略なのかな。ちょっと累計ポイントはね、ちょっと6000だから物足りないけど、まあいいでしょう。とりあえずね、特徴限界突破の賞初ゲットですね。残り4日間。うん、なんか手形別に補充しなくてもよかったな。はい、ということでね、あと2回いきます。まあ40回もね、40個もね稼ぎたいと思ってます。容器の数ね。はい、どうも、妖怪三国志グリトリオズ。うん、いいな、今回もやっていきます。はい、そしたらね、恵比寿さんは7凸まで行って、さっきねちょっと最初にお見せした通り、容器がね、特徴限界突破の書が初めてね落ちました。一応ここでね、4冊、今3回中2回って特徴限界突破の書になってんだけど、うん、まあそこは4回、そうだな、4回、容器を40にしてね、うん、4冊落として、うん、順位で5冊もらって超5凸をね本当はね目指したいかなと思ってます。そして一応今回はね、妖怪ウォッチ4キャンペーンということで、うん、ログインボーナスね、毎日すごいログインボーナスもらえるんだけどね、残りあと5日間になりましたと、うん、で10日目にねエスコンもらえるんですけど、まあやっぱりね記念交換帳すごいよね。うん、でいろいろね交換してきたけど、今日はね、最後ではないんだけどね、やっぱりエンマでしょうということでね、エンマの、能力をちょっとご紹介と交換までしていきたいなと思ってます。やっぱエンマ、映画といえばエンマ今回ね、明日から始まる映画については女の子のねエマちゃんとして登場するみたいなんですけど、まあ映画といえばエンマね。まあ今ね再放送中、シャドウサイドが再放、コロコロ YouTube のコロコロチャンネルで再放送中で、そこではね覚醒エンマ、闇エンマってなるけどね、フォーエバーフレンズでもね、それは明日からね、13日からコロコロチャンネルでまた限定ね再放送する予定だけど、エンマはねやっぱね強いんですよ。で、やっぱりね私もこの実はねもう何回も言うんだけど、一番最初からいるんだよねエンマって。そして一回パワーアップしてます。で、結構エンマのイベント多いので、5体が揃ってればいいっちゃいいんですけど、まあやっぱりエンマでしょということで、まあ、私の今の中で一番弱いんだけど、見てください、10突すると強いです。なので、魔王支援をね一応超えてくれるので、あとね今回の支援もようやく5000を戦力超えました。これはただ超4凸としてるんで、で今後ね、まあ、やっぱりソフト発売の時にジバニャンとジバニャン S と、まあジバニャンシャドウ今後分かんないけど、シャドウサイドか分かんないんでね、やっぱりエンマはねこれ2回目なんですよ。エンマがあのただでくれんの、まあ無料で交換できるの今回2回目で、まあ、闇エンマはねちょっと見てください、超ごとつでも3500しかないんですよね。ジャオカイロフソン、ただこれはパワーアップする可能性はあります。ただ、まあ、やっぱエンマでしょうということで、でエンマはね火に強い、まあだからあのリクソンに強いでクリティカルあって、あとね空港アップが一応あるんですよ。で一応国取りで今ねこのエンマを使うと記念金貨ねアップだし、国取りでねぜひ勲功アップもあるし、もうみんな大好き覇王エンマ玉ということで、私、まあ、今回のねイベントでガシャも引けなかったので、エンマ育てることにしましたただね多分年末も年始もエンマガシャ来ると思います。まあ、神エンマ、太陽神、時空神、暗黒神なのか、不動明系のガシャなのか、それともまあ歴代エンマはこの前フェスで来たのであれだけど、まあ正月にまたエンマチャンスあると思うんですけど、うん、エンマ強くする決意しました。まあエスコンねまた交換すればいいしもらえるんで、うん、
エビスも3個エスコンあればいいんでね、私使うことにしました。仙台閻魔グレードマックスじゃないのに強いよな。そう、正直仙台閻魔も鍛えたいんだけど、仙台閻魔配布がないので、まあ、やっぱり今後配布を考えてね、閻魔を強くすることにしました。ということで今回、そう、閻魔の回です。あおう閻魔玉やっちゃったぜただね、閻魔はねあるのよ、そのイベントが、王族イベント割とある。そしてどうしよう、これ 23% やる？ 23% やっちゃおうぜ。私あんまこういうことやんないんだけどね、やっちゃおう。いけ、あー失敗かはい、良い子の皆さん真似しないように。ということでまあやっぱり失敗しちゃったな。まあ失敗動画の方が割とね人気が出る可能性もある。はい、ということでね、閻魔を強くしましょうということで、私諦めません。アイテムでね、マイルで交換できます。まあちょっとこれに、これを交換するのはちょっともったいないっていう声も聞こえてくるんですが、私これいっちゃいます。特徴限界突破の章、はい、だったら最初からこれでやれ。いやいや、いいんですよ。そして一応ね、ビンゴミッションでもそうだね、20日ログインすれば毎月もらえるんですよ、特徴限界突破の章って。それだけど、あと8日間待てねえぜということでねはい、エンマさんね、ついにエンマで5位まで上り、あ、6位だ、うん、これで不動明王ボーイに近づきたいと思います。そうですね、特徴限界突破 100%、 これで超限界突破。そしてね、そしてですよ皆さん、もちろん今回ね、まあ以前私これはこのね、妖怪三国志国取り王図が始まった2018年1月、もうすぐね2周年始まるんですが、最初ね、まあ、当時9800円だったこのやつをね最初買って、まあ、30連ぐらいすれば、そう、500個でね、宝珠500個で10連できるから、まあ30連ぐらいすれば楽勝でエンマゲットできると思ってね、エンマゲットできなくて、前回のね、妖怪ウォッチ何の時だっけ、何の時か分かんないけど、砲発売記念かな、砲発売記念の時に、これプラプラだけどね、砲発売記念か、ちょっとバンバラヤだったか、ちょっとその辺忘れちゃったけど、ワンツーか、妖怪ウォッチワン、ワン発売、再発売の時にエンマもらえたのかな。そして今回もまた、エンマがラインナップ来ました。で、今後も、まあ多分1年に1回は妖怪ウォッチのソフトは発売されるとは思うので、うん、その度に多分エンマ来てくれると思います。支援とかやっぱシャドウサイドじゃないと来てくれないと思うんで、シャドウサイドね、なんかスピンオフ作品とかね、ちょっと来てほしいけどね、誰か別の人ね、主役でもいいんで来てほしい。そして猫股とかもね、多分今回最後かな、でもまたね来年も映画のたんびにね来てくれるとも思うので、ジバニャン S なんかこれ3回目だったね。うん、なのでジバニャンシャドウ2回目かな。うん、だからエンマも2回目なんだけど、ということでね、エンマ大王今後また来てくれるはずということで、いや上級者にはおすすめしないけどね、うん、まあ私エンマ5体持ってるからね、なんですけど、これでね、さあ今回のね無料ゲットでエンマ大王獲得したということでね、ついにエンマ、やっぱエンマが好きだから、エンマが好きだからね、超二突させましょうはい、やっちゃいましたね、やっちゃったぜ、やっちゃったぜ。ということでエンマをね超二突しました。まあこれでレベルもね60までいくので、まあ多分戦力は4500ぐらいにはね行くと思うので、まだちょっとねエンマ5強のね不動明防衛には私としては届かないですけど、まあただね勲功アップが16日までね砲の記念コインアップも一緒にレベル上げと一緒にね勲功アップで、最初のね集会、国取りのね集会とかでもね16日まで5日間限定かもしれないですけどね使えますんで、うん、まあ、みんなエンマ好きだよね。
この覇王閻魔玉が最初出てきた時衝撃だったと思うんですけど、うん、まあ私この閻魔をね修練にもかけちゃおうかな。うん、鍛え上げて、まあね5日間の限定の楽しみかもしれませんが、まあね楽しんでいきたいなと思います。はい、という感じでね、本当はジバニャンシャドウもね超限界突破してみたいんだけど、まあまあまあいいかな。であとこのそう閻魔大王のいいところは、グレードもね、結構育てやすいです。食べ物がね、うん、すき焼きもいらないので、まあ魔王支援はねアメちゃんやんなきゃ、あ支援か、支援はねちょっとアメちゃん妖怪なんで、うん、一から育てるの結構大変なんだよね。まあ海馬にアップがあるんで、まあその辺使えるとこあるんだけど、もうとにかくね雨がね大変ということなんで、まあまあ支援と閻魔で迷ってんなら閻魔でいいのかなと最近は、もうこんなに閻魔強くなった、そうだ一回そうだ強くなったんだよね、ということでね、あの閻魔もねレベル上げていけば不動明防衛をね逆転できるかもしれないので、まあね討伐戦とかあのスコアタとかね結構閻魔イベントあるんで、うん、まあ悪くないかなと思います。であとはねなんとかエスコのかけらとかねこの辺を、うん、しっかりゲットしていけばエビスはね10突はできると思うので、うん、最後頑張っていきたいと思います。一応ちょっとごめんなさい、エビスのね手形のね利用状況もお伝えしたいと思います。アメミキサー行きましょう。どうなんだろうな、うい、おお中あたり出ました中あたりもっといいの出てきてもいいと思うんだけどね。中あたりそうか、容器がいいんだろうな、なるほどね。そしたらね極級やっちゃいましょう。なんかコメントでね10回でやったらね2体落ちたって方いらっしゃったんですけど、7回使ってみましょう。さあどうでしょう、2体落ちることもねあるんだね自分は全然ダメだな。ただ黄色いロリポップ、そしてね容器のかけらが落ちました。 OK、 はい、それではどうだったですかね。皆さん交換ねどうしてますかね。自分は最後は気力をできたらブーストしてね、なるべく根こそぎね、ゲットしたいなと思います。特にねこの修練石ね、私今修練にはまっているのでこの辺はね全部ゲットしたいなと思います。手形はなんかもう正直足りてるなっていう感じがするんで、うん、そんな感じで過ごしたいかなと思ってます。はい、こんな感じですね。なかなかね全部交換するの大変だけどね、いろいろガシャガシャしっかり最後までやっていきたいと思います。はい、今回はこんな感じします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、アメミキサーみんなどうですか。私は今回はねダメでしたね。うん、あそうだコインがあるんだね。コインもこれ今度まあ副コインが10個貯まったらねやりたいかなと思います。なのでまあちょっとねさっずっと言ってますけど結構今ねログインボーナスもまだいいので、うん、ぜひね、今からでも始めてね、閻魔ゲットできると嬉しいのでね、ゲームをやるにあたってテンションが上がっていくので、ぜひ、閻魔ね、ゲットしてみてください。はい、じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。